はい、どうも、こんにちは。今回またね、ヘビーレイン続きからやっていこうかなと思います。前回は、確か、FBI の人が容疑者の家に行って、まあ、多分おそらく犯人とかではないんだけど、間違って撃っちゃったっていう まあ、俺の選択なんだけど、間違って撃っちゃったっていうのと、あとは、探偵のおっちゃんが、また一人、救ったっていう、被害者の会をまた救ったってとこかな。やってこうか。いいさんだ、また。そう、で、これで今までさ、この、時間の下のさ、センチって何？ってさ、突っ込んだけどさ、その前々回か忘れたけど、見返して思ったのが、これ、あれなんだなって、雨の傘なんだなと思って。雨が今何センチ、溜まっているかっていうことなんだろうなってことに気づいたっていうところかな。やっていこうか。何これ？ていうか、イーサンのミッションなんだっけ？ここに来い的なやつだっけ？そもそも。なんか、指示された場所に来い的な。あ、いるじゃん。あれ？でもなんか普通に作業してるぞ。なんか悪い人とかではなさそうだよね。まあ、いきなりここで悪い人いたらビビるけどさ、それはそれで。特にって感じだよな。まあ、あの人の話しかないのかな。あ、いけんじゃん。井戸のことが頭から離れない。ショーンはくたびれてた。だが少なくとも生きてる。確かに。救うためなら何でもする。グあローよそこな、の普スタッ通フにに。声をかけてみよはい。駐車場。う。折り紙に入ってた駐車場のチケットはこの倉庫のものだ。一体ええー。ここに何がある。だいぶこのおっさん関係するんじゃないの？普通に考えて。すみません。おっさん。もう、なあ、悪いな。ああ、見えでなもなんかっかいいた。人っぽい。何か妖怪。なんか目やばくない？おっさん。おっさん目やばくない？見えるおっさん。取りに来た。車を。ああ、見えない人っぽくないな。別に。一瞬照準合ってないのかと思ったけど、まあ、照準合ってないけど、なんか、あんた、ずいぶんのんびりしたお客さんかい。もう2は年い。もここに置きっぱなしじゃないか。お客さんに言われた通り、ちゃんと月に一度は走らせて、タイヤとバッテリーをチェックしといたよ。このほ車っら、すか？地下3階だ。エレ DVX2158。 ベーターはガレージの突き当たりだよ。地下3階。ああ、すいません、すいません。ありがとうございます。すいません、なんか2年も置いてたみたいで。どうも。じゃあ、いいドライブを、な、兄さん。エレベーターってあるね これ、どんな車なんだ？でもさ、2年もさ、放置して、てかさ、いろいろ言いたいことあるんだけどさ、この施設は何？俺も慣れてなくてさ、こういうないよね、日本って多分。なんかそのさ、なんか憧れってかワクワクしない？なんか、この立体、なんかさ、ボタンを押して車が来るみたいなさ、そういう駐車場めっちゃ憧れるんだけど。あ、俺が乗っていくパターン。エレベーター広。あ、車乗せてね。行くわけね、ついでに。でもさ、2年間さ、いじってないってことはさ、犯人はさ、あれなのかな？一人一人車用意してんのかな？もしかして。えぐい車あったらやめてよ。でもなんか、普通にでもおっさん整備してたってことは、そんなやばい見た目ではないんだろうな。血だらけとかさ、露骨な感じでは、通れないか？イーサンね。この隙間通れない？イーサン。あ、あれだ。あいつか。まあ、ちゃんと整備してくれたかな。あ、結構でかい車でいい車じゃん。まあ、ありがちだよな、海外。そっち？めっちゃいい車じゃん。スポーツカーみたいになってんじゃん。は？いい車じゃん。まあ、スポーツカーは言い過ぎだな。あ、なにこれ？
あ、なるほどね。これは？なんかない？仕込まれてない？大丈夫？ダイナマイトとかさ。これ多分出るよな。あ、ってこれなんかあれかな？出発とかじゃないのかな？これなんか隠されてるのか？そういうことかな？え、でもこれもうなくね？ないよ、もうこれ、E さん。ああ、そういうこと。なんか車どっか行けっていう指示があるのかな？何これ？目的地はここから4キロへ。駐車場を出て最初の角を右方向です。え、でもまあまあまあいい車じゃん。でも何回もいいけど。2年前から置いてる車でこれ用意してるってやばくない？用意周到すぎない？2年前からここに置いてる車でそのメッセージも残すってどんだけ計画的なんだろう。おお、いやギリギリすぎるわ言うのが。もうちょっと早めに言ってくれや。そんなギリギリで言うの。左に曲がってください。ギリギリすぎるわお前。事故るわ、そんな急に言われたら。え、ここかいってなるわ。一瞬陣内のネタかと思ったわ。やばいって。だいぶ雨降ってんな。てか、え、ここで止まんの？目的地に到着しました。え、もう最終決戦じゃんこんなの。愛する息子さんのために勇気を示す覚悟はできましたか？よく聞いてください。はい。逆走とかやめろよ。希望成功すれば折り紙殺人鬼から次のメッセージが来る。唯一の手がかりだ。後戻りはできない。何この、なんか性格悪いわ。手の震えが止まらない。俺にはできない。順番に教えこうか。俺には無理だ。死にたくない。まだこんな風には。いやこの上から飛び降りると男が車でバーンって言って。息子のためなら何だってやる。なんかえぐいわ。なんか性格悪すぎるわ。高速で自分が死ねば元も子もない。そうだよね。逆走って別だって、これ生き残っても捕まんじゃん。罪のない人を殺してしまう。ねそうだよね。人の命を奪うなんて、たとえ息子を救うためでも。知れ、5キロ高速を逆走だと。俺は息子のために命を懸けられるのか。でもこれ行かないといけないでしょ。でも多分これほらやるんだ。ショーンのために選択の余地はない。5キロ逆走ってそんな逆走してないよな。行こうぜ。行ってやるよ。どうすんの。あー、高速に入るんだ。こっから来い。はい、来いって何？来いって。いややった。怖い。でもこれあんまり車通り多くないからあれだな。なんとかなりそうではあるわ。そんなになんかなんていうの、大事故にはならなそう。やって、押してる。危ない。いやもうやめて。もうコントローラーカロリー消費がいくんやって。おお、バン。何やってんのここで。はい。危ないって。まあ俺が悪いんだけど。はい。あ、ロボットがいる。何ボタン。バツボタン。はい。いや、いかついわ。結構車取り増えてきたね、車の量が。あ、これ出るの？だいぶ早いよね、今。ハムスクだいぶ早い。あ、開けてくれた。いや、追いかけられてるよ、警察に。ほら、もう、バレてるから。
だこうなるから結局リスク高すぎんだよな。早っ。おっ、カーチェスすんのかお前、カーチェス。なんかあれじゃない、スキーの車じゃないこれ多分。なんかやっぱり、え、そういうわけじゃないのか。押してる押してる。あ、スキーの車来てないこれは普通に多分。これくそくそくそ、これ敵のさ、敵っていうか敵の仲間、ダメだ、このゲームを遂行させるためのさ。危ねえ危ねえ危ねえ、押したって。やばいやばいやばい、そうじゃない、なんだっけお前。なんだっけ、イーサンか、イーサン、画面。何ボタン。これバツ成功してたらあれだったのかな、うまく着地したのかな。いや、火災が起きてるって。本当にあるし、キー。このボタン、押したけどな、ボタン。なんで？なんで間に合ってない判定だったの？あ、続き見れるのこれで。火災がやばいって、イーサン。よく生きてるな。ちょっと、うん、つか重力が逆だから出づらいのか。あぶね。あ、もうボタンが分かんなくなっちゃう。ボタンが分かんなくなってるわ。もう俺もアナログスティックかさ、十字キーか忘れちゃってる。イーサン間に合う、イーサン。あとこれあれじゃない、あそこに出ない、なんか FBI が来たとこ、警察もあれかな、死んだと思って見逃したかな。だといいけど。え、でもおかしくないって、ライブで見れるのおかしくない普通に。だってさ、この景品をさ、刺してさ、今の状況が見れるっておかしくない普通に考えて。あ、暗号か。あ、イーサンよくこのダメージで済んだな。強すぎるわお前。おでこの切り傷だけかよ。でもあの 5RET、 あれっぽかったけどね、ちゃんとなんか暗号っぽくはあった。何がヒントがないから何とも言えないけど。え、でもおかしくない普通に。だって今さ、2年前から仕込まれていたものをさ、読み取ってさ、現在、なんていうの？ねえ、進行形っていうか、リアルタイムな映像が映るわけないじゃん。どういうことなの？これは全部イーサンの何、幻覚？わけわかんないんだけど。あ、ちょっとずつ傘が増えてますね。この女の人いまだに分かんないんだよな。普通になんかあれだもんな、悪夢にうなされただけだからな一応。あ、あれじゃん、イーサンが泊まってたやつじゃないこれ。あれ、なんかそんなに、なんかそんなにだな、そんななんかお金持ち感ねえな。不眠症、疲れた、寝ないと。あ、環境を変えるみたいな。受付、部屋が空いてるといいけど。あ、ホテルに泊まってたのあれって。すいません、
昨日から行方不明のショーン・マーズ君10歳について未だ新しい情報は入っておらず不安が広がっています。最新の報道によれば当局はこの事件を何こいつ殺人鬼による誘拐事件として扱っているとのどこだ気持ち悪いの。もし犯行が確認されればいらっしゃいませお嬢さん、今日はどんな気持ち悪いわ。部屋を示唆されます。お嬢さんのためなら何でも。警察はショーン君の保護に全力を注いでいます。気持ち悪いんだけど。動きキモくない？これガム？これガムだといいな。ガムじゃなかったらキモすぎんだけど。マディソン・ペイジ27歳。あ、ガム食ってるね。何日ご滞在で？決めてないわ。決めてないわ。201号室最上階です。階段は中庭ですよ。まあ、合鍵持ってんじゃないの。気をつけろよお前。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。気をつけろよ。そうするわ。美人なんだからな、自覚持てよお前。てめえ美人ってことを。あ、これがこれですか、階段って。でバイクここに置いたままでいいの？ちょ、これじゃないの。これでしょ。あ、オッケー。最上階って言ったよな。いや、もう一個上だな。どこだ、階段。あ、こんにちは。元気してます？こんにちは。なんかいいな、こういうなんか、泊まってみたいよね。一回ぐらいは。なんか、そのなんかお気に入りにはならない、多分お気に入りにはならないと思うけどさ、海外行ったらこういうの泊まりたいよな。何ホテルって言うんだっけな、こういうの。最上階って言ったよな。あのじじい。あ、これあれかな、行き過ぎた。ああ、そういうことね。はいはい。あ、今の怪しくない？ショーンいるんじゃないの。201号右の階段の最上階ね。あ、右の階段ね。気持ち悪い受付ね。合鍵はないわよね。考えただけで鳥肌だわ。やっぱ思ってる？あんたも。俺も思ってる。気をつけろよ。誰かいるわ。彼怪我してる。あ、イーサンいんじゃん。は、なんで。201号右の階段の最上階ね。え、なんでイーサンここにいんの。え、どういうこと。え、何か幻覚幻覚なのか。201号右の階段の最上階ね。見てみちゃおうかな。ねえ、大丈夫？ああ、帰ってきたの？頑張って。救急車を呼ぶわ。救急車はダメだ。ああ、まあまあ、警察にバレてるもんな。医者に見せないと。頼む、部屋まで手を貸してくれ。なんでここまで帰ってこれたの、イーサン。207号室だ。すごくない？なんでここまで帰ってこれたの？逆に。だってお前車で行って高速でもう5キロ逆走してってホテルがめちゃくちゃ近くない限りないだろう。ダメよ、私には関係ない。放っておいて受付に言えばいいのよ。お部屋、あ、これか。病院に行きたくない？折れてんじゃないの。火は持ってる。ボロボロじゃん。なんで帰ってこれたの本当に。あ、これでイーサンとこの女の人が協力するのかな。これから謎解きっぽいものはあったからね。事故にでもあったの？病院に行かないと。一本か二本肋骨が折れてる。よく分かってんな。死ぬほどじゃないけどかなり痛いよ。知らんよ、知らんよ、そんな言われても。血が出てる、深そうよ。怪我してる。このまま見捨てるなんてできない。質問、とりあえず治療。質問は後よ。まあまあ治療するよ。じゃあ傷を消毒しないとダメだわ。消毒しないとダメだわ。ある消毒薬なんか。薬
お風呂場に薬があるはず。え、これさ、海外って基本的にお風呂場に薬置くの？なんか一応さ、ライフイズストレンジなのさ、やった時もさ、風呂場に薬あったのよ。なんこれ、パラコモール鎮痛剤。はい。痛みが激しい場合に服用、1日1錠まで。他のは？これは？全部選べんの？ペラコモール解熱剤、高熱時のみ服用。いや、これは関係ないな。まあ、熱出てそうだけどね。傷とかできた時ってなんか熱上がるんでしょう、確か。ネコフレン100抗生剤、感染症予防に効果あり。これ欲しい。あった方がいいかもな。まあ、とりあえず、まあ、痛みを抑えた方がいいよな、多分。とりあえず今んとこあれが一番いいな。傷を消毒しないとダメだわ。うん、その説明は何？その説明は何？消毒液ってこと？これでいいですか？染みるよ、ちょっと。傷口を消毒するわ。染みるわよ。染みるよ、だいぶ。クソ染みそう。大丈夫？俺も痛い、俺も痛いんだけど。ねえ。俺も痛い。いや、絶対痛いじゃん、こんなパックリってさ。パックリってんな、てか。これで感染は防げる。ありがとう。鎮痛剤、鎮痛剤言えるよ、鎮痛剤。痛いだろ？鎮痛剤あるよ、鎮痛剤。飲んどけ、飲んどけ。パラコモール鎮痛剤。な？痛みが激しい場合に服用。1日1錠まで。飲んどけ、飲んどけ、1日1錠。飲んどけ、飲んどけ。さ、飲んで。楽になるはずよ。鎮痛剤。痛みを和らげる。感染症予防飲みたいけどな、できれば。24時間に1錠って書いてあるわ。飲みすぎるのは良くないんじゃない？飲みすぎんなって。おい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 、時間がないんだ。時間がないんだ。私だったら何日か安静にしてるわ、ね、そういうもんじゃないぞ、薬って。シャワーを浴びるよ。せっかく消毒したのに。手伝うわ。やめてよ、ちょっと俺の前で脱ぐの。見たくないよ、奥さんの体なんかって思ったけど、見たわ。パート1で見たわ。ここで待ってるわ。何かあったら言って。パート1で見たんだわ、そういえば。イーさんの体、悔しい。見たわ、そういえば。そういう趣味あんの、ちょっと。何か話してて。気を失ったの分かるから。君の名前は？あ、でも脱いでないな。はい。あ、なんで答えればいいですか？まだそこにいる？いるよ。ええ、ごめんなさい。個人情報はね、言えないから。マディソンよ。あ、言っちゃった。ここに泊まってるの。ね、その洗い方。いいえ、この町に住んでいるわ。うん。慢性の不眠症みたいで、モーテルでしか眠れないのよ。モーテル、モーテル、そう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 。すごく疲れた時に、あれであったのよ。ここに来て一泊するの。俺が一番最初かな、最初ぐらいにあったゲーム。ここはただの通りすがりだ。はい。他にはどんなことしてるんだ？通りすがりの解放する以外に。写真家なの。ファッションデザイン雑誌用に、まあ、見とくか、見とくか、見とくか、見とく。家具の写真を撮ってるの。あなたはこの映像見せ。いや、いいや、いいや、もう探索しようぜ。ここ今なりさ、イーさんの情報掴むわけよ。あれ？あれ見てた方がいますか、これ。ごめん、見て。え、あれ？出なくなっちゃった。あ、引き止めてすまない。だいぶ良くなったよ。ごめんね、なんか。よかった。じゃあもう行くわね。なんか男女の関係が始まるのでは。そういえば名前聞いてなかったわ。Eさんだ。お大事に、Eさん。あ、これ見るじゃん、テレビで。犯人が逃げてますみたいな。犯人じゃねえな、逆走してたやつが Eさんになっちゃった。イーサになっちゃったよ。箱を、次の折り紙を開けないと。あ、そういうゲームを一個ずつやっていくんだ。なぜ俺を助けたんだ。
誰にもこのことを言わないといいが。マディソンね。あ、ゲーム一個ずつやるから一回か戻ってんだ。喉が渇いた。いよいよ水飲もう。水飲もうじゃ。え、何、水はどこどこ、何のここ、何これって、これん、水は、水飲もう。あ、これ、これ、ちょいいい、ひしひし、これ、これ冷蔵庫。あ、冷蔵庫っぽい。飲もう飲もう、水飲もう、大事だから水分。そうそう、モーテル、モーテル。元気になった？イーさん。だと傷。まだ痛む。でも進み続けないと。必死かよ。時間がない。手遅れになる前にショーを見つけないと。そっかそっか、タイムリミットがあるのか。順番にミッションこなしていく感じなんだ。めんどくせえな。一気に片付けるんじゃなくて、一個一個やったら帰るんだ。そういう感じであるんだ。大変だな。あ、でも一旦切るか、ここで。これじゃあ一旦切るわ。うん。じゃあ、あざした。